ソフィア、ハーブティーできたよ。わあ、いい香り。ありがとう、早速いただくわ。めちゃめちゃまずかったりしてね。どうかな？美味しい。今まで飲んだハーブティーの中で一番。大げさだよ。彼女でもなんかお茶に詳しかったからさ。本当にうまいのかもしれないね。そんなことないわ。誰かに入れてもらうハーブティーってこんなに美味しいのね。喜んでもらえてよかったよ。また入れるね。本当？ありがとう。ソフィアちゃん。あなた黒幕じゃないよね。そうなんだ。そうなの。びっくりしちゃうでしょ？何が？あ、ごめんなさい。なんだかさっきから私ばっかり話しているわね。大丈夫だよ。私もソフィアの話が聞けて楽しいから。そう？それならよかったわ。ねえ、そういえば、ノアはもう洋館のみんなと仲良くなれた？そうだね。みんな優しいから。よかった。変わった人ばかりだけれど、みんなとってもいい人たちよね。確かに変わった人ばっかだけど、いい人だわ。私、外の人たちも大好きだけど、こうやって洋館のみんなと一緒に暮らせてとても幸せ。全部ノアのおかげね。ノアちゃんが書いてるから、それが命となって彼女たちは生まれている。そういえば、ノアの魔法の道具って結局どんな道具だったの？なんで辛そうな顔してるんだろう。このトランプのこと？あまり詳しく聞けてなかったから。多分大事なことを自動で記録してくれる道具かな。システム面で役に立ってます。ほら、こうやって、みんなから聞いた情報が書かれていくの。ええー、ほんとだ。私の情報も書かれてるわ。ソフィアの魔法の道具は靴だったっけ？ええー、そうよ。靴にお願いすると好きな服に着替えられるの。やってみてほしいな。あんまり使わないけどね。見たい？見たい。じゃあ、どんな服か、ノアが決めて。じゃあ、青いドレスがいいな。わかったわ。青いドレスね。じゃあ、行くわよ。違う服見れるんすか？やっと。おー。これは美しいですね。すごい、よく似合う。じゃん。どうかしら。わー、すごい。素敵だね。本物のお姫様みたい。そうかしら。これさ、このまんま、なんだっけ、彼の、なんだっけ、ルー君だっけ、ルー君の部屋にあったさ、透明の棺桶の中で死んだりしないよね。このまま舞踏会に行けちゃうね。王子様が放っておかないよ。ありがとう。そう言ってもらえてとても嬉しいわ。そうだね。王子様放っていかないよね。王子様誰なんだろう。はい、おしまい。髪型で変わるな、やっぱ。また見たくなったらいつでも言ってね。この三つ編みも好きなんだよな。次もノアの好きな姿に変身してあげる。またお姫様になってね。どうしたの？ノアの王子様が戻ってきたわ。ダニエルか。お待たせノア。彼女をありがとう、ソフィア。お帰り、ダニエル。そういえば少し前にハヤテがあなたに会いに行ったけど。ああ、彼ならバスルームで会ったよ。もうすぐ戻ってくるんじゃないかな。なんで裸、はーい、湯だったぜ。ちょっと、ハヤテ、髪の毛、そんなに濡らしたままで来ないでよ。髪の毛の問題？床が濡れちゃうでしょ。服の問題じゃないの。仕方ねえだろ、すぐに乾かねえんだから。もう、いつもそんなこと言って。二人で入ってきたの？お風呂。ああ、そうだぜ。じゃあ見れたんですか？素顔。袴が濡れちまったから着替えついでに入ってきた。ダニエルもあれ直すのに結構時間かかってた。あれ？頑張ったよ。ソフィア、よかったら次入るかい？まだ誰も使ってないからゆっくりできるよ。じゃあそうしようかな。ノアも一緒に入る？私はまだいいや。後で一人で入るよ。そう？残念。じゃあ私先に入ってくるわね。なあ、ノア、ソフィアにバレてなかったか？
俺は皿洗いサボったこと。ん？何も言われなかったよ。よし、ラッキー。ならもう少しサボるぜ。でも結局さ、やんなきゃいけないんだから、やっちゃえばいいのに、さっさと。今は何時だ？0時20分くらいだね。何回も時間確かめるのが怪しいんだよな、逆に。OK、じゃあ40分になったら起こしてくれ。これ覚えておかなきゃいけないんだろうな、この、時間経過の、誰がどこにいたかとか。そこで寝るの？おう。なんだか今日は疲れちまってよ。別に走り回ったりとかしてねえのにな。走り回ってはないけど、いろいろ気は使ってたと思うよ。机で寝たら体に悪いよ。大丈夫だ、少しくらいなら。机で寝るの？普通、さ、あの三連のソファーとかそういうので寝るんじゃないの？髪の毛が濡れたままだと風邪をひいちゃうよ。しかもそんなに髪の毛長いんだからさ。うるせえな。仕方ねえじゃん。俺の髪全然乾かねえんだもん、長いから。ドライヤー大変そうだよね。心配してくれんだら、お前らが乾かしてくれてもいいんだぜ。ラプンツェルぐらい長いよ。それは言い過ぎか。はい、これでよろしく。すごい、しもべ扱いだね。ヘクショイ。ああ、寒、湯冷めしちまったぜ。ああ、このままだと俺、風邪ひいちまうな。誰か乾かしてくれねえかな。聞くといいよ、風。乾かしてあげよっか？優しいね、君は。そうだね、ダニエル君ぐらい、ねえ、ちょっとあっさりしちゃえばいいの。おお、すごいね、一枚絵。その、しもじものものたちじゃん、完全に。こう見るとなんか、王子様感あるよな。ふわぁ、極楽だぜ。こうやって人に奉仕されるのも悪くねえな。いつも自分で乾かしてるの？ああ、そうだぜ。当たり前だろ。一人で乾かすの大変だね。ああ、なんて？一人で乾かしたら時間がかかっちゃうね。まあな、毎日お前らが乾かしてくれていいんだぜ。髪切ってあげようか？そうしたらもっと早く乾くよ。ああ、切るわけねえだろ。ずっと連れ添った相棒なんだぜ。綺麗な髪だからもったいないよ。お、いいこと言ってくれんじゃん。それにしても君の髪はなかなか乾かないね。だいぶかかりそうだね。長いもんな。0時20分から乾かし始めた。はやて、乾いたよ。うん。はやて、起きて。髪乾いたよ。っていうか、風呂上がりパンイチでうろついてることに関して女性陣は何も言わないんですね。ああ、サンキュー。おお、なんかいつもより指通りがいいぜ。二人がかりで20分もかかってる。ということは12時40分か。ええー、早いじゃねえか。俺一人だと40分もかかるぜ。毎日大変だね。まあ、慣れちまったよ。毎日洗ってねえし。いや、なんでもねえ。んじゃ、俺は一旦部屋に戻って着替えてくるぜ。お皿洗いは？後でやる。そろそろソフィアに怒られそうだね。そうだね。ダニエル。え？何？何何何？なんか怒った？どうしたどうした？ルー、どうしたんだい？そんなに慌てて。どうしよう。シーリンが。シーリンが、え？何？何かあったのかい？とにかくこっちに来て。わかった、ノア、行こう。うん。死亡フラグ散々立ててたからな。シーリン、大丈夫？肩が痛い。肩？さっき酒だるにパンチをしようとしたんだ。そしたら急に痛がって。どうしてそんなことをしたんだい？中の酒を飲もうとしたからに決まってるだろ？わかるように説明してもらえないかな。酒だるの蛇口が壊れてて中身が出てこなかったんだ。それでシーリーンが力ずくで穴を開けるって言って、その酒だるにパンチを。
でも足が滑ってパンチが空ぶった。そうしたら急に肩に激痛が。そういうことかい。でも悪いけどさすがにこれは僕にはどうにも。何何何、シーリン、アルバを連れてきたわ。何事だ、アルバ大変だね。アルバよかった、シーリンが肩が痛いって。肩？まったく何をしているんだ。ほら見せなさい、変なとこ触るんじゃないよ。もうそんなこと言ってる場合じゃないでしょうよ。うぶ、なるほど、脱臼しているな。肩が外れちゃったの。ああ、だがすぐ治る。シーリーン、少し痛むが我慢しなさい。バキッてやるの、バキッて。あ、ちょっとなんだい？いた。何するんだい？話しな。あと少しの辛抱だ。痛い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 。このバカ、こんなことしてただじゃおかな。お？痛くない。もう大丈夫だ。動かしてみなさい。おはは、本当だ。戻った、戻った、戻った。ほら、戻ったぞ。ははは。すごい、さすがだね。よかったね、シーリン。アルバに感謝しないとね。助かったよ、アルバ。はあ、なんとかなってよかったわ。でもみんな12時40分ぐらいには生存してるね、ここにいるメンバーは。アルバも悪かったわね、読書中に呼び出して。気にしなくていい。大したことではなくてよかった。読書中か。ああ、書斎か。また何かあったら知らせてくれ。私はもうしばらく書斎にいる。みんな結構夜復活し、おっと？あはは、良好良好、完全復活さ。見たかい？私の華麗なパンチ。これでようやく中の先が拝めるね。はあ、次は見てやらないと彼女に伝えてくれ。念入りに伝えておくわ。またね、アルバ。ああ、また明日。明日じゃないのよ、もう日付変わってるから。夜更かしもほどほどにな。さてと、こいつの中身は。おほー、なるほど。いい香りのワインだね。こっちもなくなくうまそうだ。ル、悪いけど、そっちにあるグラスを取ってくれるかい？グラス？一番端にある大きめのグラスだよ。あ、これだね。よいしょっと。